町の賢者、はい、あなたがですね町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。三平、太田プロ芸人の投稿を見るためにこしらえたインスタアカウントで有吉さんの投稿についたいいね欄を覗き見してみたところ、ひこまろほんもの HIKOMAROHON MONO でひこまろ本物という怪しげなユーザーを発見し、そいつのホームページホームに飛んでみたんですが、なんと太田プロ所属の元祖飯食い芸人ひこまろさん本人でした。彼はアルファベットのユーザー名だけではなく漢字の名前もひこまろ本物に設定しており、挙句の果てにはプロフィール欄にもひこまろです本物ですと書いてやがりました。おい、ひこまろ、しつこすぎて逆に怪しくなってんぞ。普通有名人はわざわざ本物ですとか書かねえしな。フォロワーもお前6000人しかいねえから判断しづれんだよ。著名人なんだから青い認証マークされろ。知らねえなら周り教えてやれよ。てかここまで書いてきてふと思ったけど、こいつもしかして渡部じゃねえか。違う飯の仕事続けるためにひこまろのアカウント乗っ取ってなりすまそうって魂胆だろ。やめとけやめとけお前。誰になりすまし、今のお前じゃ宝石箱は伝まらねえぞ。下関のトラフグみてえにブクブク太って出直してこいって。どっちがどっち、全員悪く言う、全員悪く言う。もう無差別だよ。いけるかな。ラスト、アナナシカラシレンコ。女優水野美紀さんのツイッターによると、自身が出演をしているテレビ東京深夜ドラマ浦安鉄筋家族で家のシーンを取り壊し予定の一軒家を使って撮影していたそうなんですが、撮影を中断し、コロナ騒動で撮影を中断している間にその家は取り壊されなくなってしまったそうです。俺はこの前自販機で間違えて大事にしてたギザ銃を使ってしまい、すげえ後悔したんだけど、そんなのどうでもよくなった、頑張れテレビ東京。大変だな、ロケ現場なくなっちゃったんだもん。ラジオネーム三平、運命と幽霊に飯を食わせてもらっている島田秀平さんがスポニチのインタビューで、怪談話には的、抑揚と細かい情景描写が重要、滑らない話と怖い話は表裏一体などとそれっぽいことを語り、最後に一般人から怪談話を募集してやがりました。皆さんもきっと怖い話を一つか二つはお持ちだと思います。すごい怪談を埋もれたままにしてしまったらもったいない、ぜひ紹介させていただきたいので、僕の YouTube のコメント欄にお寄せいただけるとありがたいです。ああ、島さん、これは元ヤンの私が肝試しに行った時の話です。当時の私は地元で有名なヤンキーで、仁義なきチュパカブラ、孤高の殺人カマキリ、The End of the World などの異名を県外まで轟かせていました。そんな極ヤンの私がお化けを怖がると思いますか？いいえ、怖がりません。そうです。スクーターで、トンネルへ行ったのです。もちろんお化けが出るトンネルです。一緒に行ったダチンコは、嫌だなぁ、怖いなぁと震えていましたが、極ヤンの私はへっちゃらです。トンネルの真ん中あたりでチンポを出し、シャーッとしょんべんをしたその時、ゆでだこみたいなおばあさんにガブッとチンポを噛まれ、あっという間に行ってしまいました。そういう怖い話です。島田さん、この階段15万です。15万です。ひどい話。ジエンドオブザワールド。あげときましょう。パン、島田はあれだろうな、みんなからだから、ああやって YouTube とかに怖い話募集しますって応募しといて自分の話にするんだよ、結局。まあまあまあ、マジで、あの、言葉にしちゃいけないような職業だな。そんなことないですよ。まあ、この時期的なものもありますからね、人からは譲ってもらった、うん、怪談話、ちょっとアレンジして自分の体験談みたいにしよう。いや、もう人から聞いた話とか、ね。回収して。回収っていうよりは、まあね、それ言ってもらってももしかすると嬉しいかもしれないし。サンプルっていうかはね、一つの案というかね。アイディアなし。はい、アイディアなし。泥棒。泥棒。まあ、言い方変えればそうかもしれません。パーマ大佐。パーマ大佐、泥棒でね、ちょっと権利的なものがね、ちょっとね、ややこしいかもなりましたけど、まだ言いますか。パーマ大佐。何の方か俺一瞬分かんなかった。何したっけな。
ラジオネーム三田切城。星一つ半、小林麻耶が生年月日から人生を読み解く数秘というインチキな占いサイトを開設し、ブログでこんなことを言ってあげました。本サイトでは幸せ数秘に加えて、才能数秘、喜び数秘、印象数秘、指名数秘がわかりますよ。おい島田、お前占い撲滅アベンジャーズのはずだろ、仕事してんのか。またこんなんが出てきてんじゃねえかよ。会員登録とかめんどくせえから、とりあえず無料診断で有吉さんの数秘占いやってみたぞ。有吉さんの幸せ数秘は3で、天真爛漫なひまわりです。幸せ数秘3のあなたは、子供のような無邪気な振る舞いで多くの人を引きつけるエンターテイナーです。ユーモアにあふれ、喜びを素直に表現するので、一緒にいると明るい気持ちになれる。あなたの周りにはいつも人が集まってきます。甘え上手な側面もある愛されキャラです。おい島田、有吉さんが怖すぎて占い界全体がすり寄ってきてるじゃないか。俺がやってもあなたの周りには自然と人が集まってくるでしょうとかデタラメが出てきて全然当たってねえしな。ちなみに島田をやってみたぞ。自分のクリエイティビティを発揮していきますって書いてあったけどな。お前の話なんて全部ネットから拾った情報だし、これも外れてんなって。オリジナリティですから。ひどいな。ご自分で考えてますよ。島田さん、島田さん、本当にひどいからな、あいつら。一発もう夏だから、一発呼んで、本当マジで説教だろ一回。いや、俺も返り討ちに会う可能性ありますよ。本当本当に、そうですよ。呪いでもかけてほしいぐらいだよ。そういう方じゃないよ。呪いかける方じゃないですよ、ね。それがね。そうですよ。なんか呪術師とか占い師ってこれ一緒くたりしてるから。あ、いやでも怒ったらそういうこともできると思いますよ。なんかあれなんだって、ネットのニュース見てたらさ、有吉が占い師を攻撃して占い師が激怒する。コロナ騒動のことをなんか外したやつ、全員外しやがって、あいつは全員クズだみたいなやつ、うん、まあ、これは俺が言ってんだけど、そういうのはさ、反論してんだって、はいはい、あの人当てたぞみたいな、あの人当ててたぞみたいな、じゃあほとんど外れてんじゃねえかよ、全員当てるよ、そんなもん、ね、全員一致じゃないとね。気象予報士ですってさ、気象予報士大体当てるだろ、うんうん、で外れたのがあの人ですっていう話だろ、うんうん、はいはい、さらに気象予報っていうのはだ正確なもんなんだなっていうのは分かる、うん、そうですね。占い師はほとんど外れてるからインチキだろっつってんだよ、うん、あの人当ててましたよじゃないんだよ。島田さん本当は分かってたんじゃないのかな。島田本当に島田さん、神岡龍太郎さんみたいなあれやってやろうかなと思う。じゃあお前今からお前俺がやる行動ちょっと占ってみろ。やめてやってください。ボコーン殴るんだよ。おっかねー。やめてやってください本当に。まあ占いのことはもう終わったから、島田と俺の中で、次は怖い話の。もう気に休まる暇ないじゃないですか。許してあげてください。小田武道さんもやっぱりインチキ認めたからね、心霊関係のなんかね、おっしゃってましたね。除霊なんてできない。あの頃小田武道のこと崇拝してるクソバカ野郎いっぱいいたんだからね、マジで。そうですよね。それだけ危ないものだっていうことを認識してくださいっていうことなんですよ。うん、心が弱ってる時にそういうものに騙されないでくださいっていうことを私はずっと啓蒙してます。どうぞよろしく。三平。TBS 音楽の日という音楽特番に史上最高の J-POP トリオ、ワンズさんが出演することを知って、すごく楽しみにしていたのですが、20年ぶりに見たワンズさんは僕の青春を彩ったワンズさんではなく、顔も名前も知らない謎の3人組になっていました。ギターで後頭部をぶん殴られたような衝撃を受け、大急ぎでワンズさんのウィキペディアを確認したところ、こんな文言が目に飛び込んできました。メンバー、上原大志、柴崎宏、木村真也。旧メンバー、上杉昇、大島康介、杉本一生。おい、ふざけんなよ、マジで。メンバー全員入れ替わってんじゃねえか。せめて中山美穂とデュエットしてたイケメンゴリラみてえなロン毛のボーカルは残してくれなきゃ困るんだよ。あの革ジャン野郎がワンズのアイコンだろ。そんなに怒ることじゃないじゃないって言われるかもしんねえけどよ、例えば20年ぶりにテレビ出演したスマップが一回も見たこともねえ変なおじさんの集まりだったらお前らどう思う。ブチ切れるだろ。それと一緒だよバカ野郎。俺のワンズ返せ。
ていうかワクワクしながらワンズの出番待ち続けた俺のときめき貴重な3時間返せすごいねすごいですねマジそうなんだそんなことあるんだ世界が終わる前やそうやつ変なおじさんが歌ってるでしょ変なおじさんじゃないんだろうけど知らないおじさん元のメンバーではない人たちなんでしょすごい上原大志柴崎博史、うん、木村真也さんの3人が今ね今のメンバー、うん、昔は上杉さん大島さん杉本さん、うん、全然違うすごいねああ知らなかったあげとこ うよく見つけたラジオネームだましやすけしん最年少で初タイトルを獲得し棋聖となった藤井聡太七段がこんなことを言っていました母に電話で連絡しました喜んでもらえたのかなと思います家族も結果は知っていると思うので自分からは特に、まあ良かったねというふうに言ってもらいました藤井聡太くんほどのものも棋聖と呼ばれてんの俺と一緒じゃん俺も家族から棋聖と呼ばれてるよ最初は棋聖中って呼ばれてたんだけどね2年ぐらいするとそういう風に呼び名変わってくるんだよね無職2年目にして初タイトルを獲得した日俺は忘れないねその日は母ちゃん泣いててね支えてやらなきゃなと思っちゃったんだよ藤井くんもなんかじっと座って考えてるだけで金もらってるし俺と全く一緒全然違うわ早めに働いた方が良さそうだなとは思うけどね、うん、ただ一つだけ苦言を言わせてもらえばねAI でも考えられる将棋ばっかりやって暇つぶしてるみたいだけどそんなのばっかりやるなよ将棋やる暇があるなら昼寝しろ藤井聡太さん見ると草薙思い出すねちょっとね、うん、そうですね感じが、はい、草薙ちょっと太ってるからなあれだけど、ラジオの三平、杉並区ですね、ハゲまっしぐら石田一生さんが自身の YouTube チャンネルにアップした動画で25年前にドラマで共演した浜崎あゆみとのエピソードを語っていました撮影の合間にあゆが私もう仕事辞めようかなマネージャーともうまくいってないしって僕に言ってきたんですその時僕が何言ってんだやろうよって言ったらしいのねその一言がきっかけだったみたいで後日うちのお父さんがレストランであゆのお母さんと会った時に一世さんがあの時引き止めてくれなかったら私たちはどうなってたかわかりませんって泣きながら言われたんだっていや確かにないい話かもしれないけどお前が言うな浜崎の口から語られて初めて価値が出るエピソードだろ有名な鶴の恩返しでもジジイに助けられた鶴が自主的にアクションを起こしたからこそ美談になったわけでなあのジジイが孫のスマホで動画撮ってよわしが鶴を助けたジジイですわしが助けなければ鶴は完全に死んでましたわなんてアピールしたらクソジジイの自慢話で終わってたよ鶴はそんな奴に恩返ししねえしアユもそんなハゲに感謝しない残念だったな我慢できないんだよね我慢できない奴はもう耐性しないねそうですか言っちゃうのよね相手がもうどうしようもなく言ってくれるの待ってりゃいいのよじっと美談なんてダメなやつ絶対自分から言うからそうあまあ絶対自分から言うとはこの前番組でちょっと小島さんと一緒になってアジア州の、はいはい、お前ラジオで結構言ってくれてんなって言ったから、うん、お前うるせえんだよ賭け麻雀やってよって本番中に言ってた、うん、めっちゃ怒ってたそりゃそうだよ賭け麻雀やってねえよってそりゃそうだよ やってるじゃんそりゃそうだってそれは怒りますよめっちゃ怒ってたよやってねえよそりゃそうですよ賭け麻雀やってるでしょってやってねえよすげえ言ってたビビったわやってるよって言うわけないじゃんそんなの逆にラジオの三平、はい、歌って踊れる黒糖コッペパンエグザイルアツシさんに全然わかりませんけどねちょっと、はい、歌って踊れる黒糖コッペパンエグザイルアツシさんが2回言っちゃったよインスタの生配信で6年ぶりのオリジナルアルバムを発売することを発表しついでに40歳の節目として丸坊主に戻すことを堂々と宣言していました。
40歳からの生き方として、過去からの脱却、転生、信念を貫く、という3つのテーマを決めました。原点回帰して坊主に戻し、もう一度この40歳からの人生を一歩踏み出そうと思ってます。うるせえな。カッペの中学生じゃねえんだからいちいち丸刈り宣言すんなよ。新年だの原点回帰だの小難しいこと言ってカッコつけねっけどよ。簡単にやるだろ。ハゲ隠しの丸坊主だろ。違いますよ。風呂上がりに鏡見たら前髪すっかすかでよ。恐る恐るオールバックにしてみたら鶴太郎と同じ髪型だったんだろ。そんなことないよ。最初から素直にそう言えよ。40歳からのテーマはハゲない、痩せない、ヨガやらない、3つだろ。亀顔のジジイにならねえよ、頑張れよ。はい、ネダジュヌ三平、ハードコアボイスの橋本環奈ちゃんが女性ファッション誌ビビのウェブサイトで好きなものと特技についてこんなことを語っていました。人間という生き物が好きなんです。目上のちょっと怖そうな方でも自分から話しかけちゃいます。特技はすぐ人と仲良くなることで、初日に距離縮めるのは得意です。女優の清野彩菜ちゃんと初めて会った時も、橋本環奈ちゃんですよね、これ。お家に遊びに行ってもいいですかって声をかけて、数日後には一緒にタコパしてました。おい来いよ、俺ん家にも来いよ。マジな話、この10年で我が家に上がり込んだ人間はエアコン修理の小汚いおっさんだけだし、そのおっさんに、ここって古本屋の倉庫ですかとか言われちまうほど劣悪な環境ではあるけれども、人間が大好きなカンナちゃんなら大丈夫、遠慮せずガンガン距離詰めてこいよ。威嚇せえ6畳まで膝突き合わせてイカパーティーしようぜ。せーの、あやねちゃんも呼んで3人でイカパだ、イカパ。タコパならぬイカパ。イカパね。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。女優の桜井日奈子が自身のインスタグラムにてこんなことを語っていました。さっきまでファンレターのお返事書いてました。今までもらったお手紙は全部大切に取ってあるんですけど、そろそろボックスがいっぱいになりそうで幸せです。返送封筒が入っているものでないとお返しができないので、返信できているのはごく一部なのですが、それでも送ってくださるお手紙一通一通が私のパワーの源になってます。いやー、ひなこちゃんも名のある芸能人なのにファンレターの返事を出してくる、出してる風を装ってやばいオタクのご機嫌取るなんて大変だね。でもね、ひなこちゃんも知ってる通り、ファンレターを出すやつはまともな人間じゃないんだよね。そんなことない。陰気とネクラの集合体である彼らは、怪文書で思いを伝えることしか脳がなくて、その怨念が刻まれた呪いの手紙に対して少しでも期待を持たせてしまうと、恐ろしい生き量へと進化して半永久的に付きまとっちゃうから厄介なんだよね。だからひなこちゃんも強い意志と覚悟を持って、皆様が送りつけてくるファンレターはどうせクソ気持ち悪い内容なので読まずに捨ててます。死にさらせや、クリオども宣言して、あえて突き放すという優しさ、見せてあげることが大事だよね。もうそれ優しさって言ったって。全然優しさでもね。優しいよね、でもね。うん、女性のファンもいるでしょう、だって。ラジオネーム、パンチドランカー、斎藤。後輩から影で玉木兄やんと呼ばれているであろう玉木宏がノンストップにゲスト出演し、自分のマイルールをプレゼンするコーナーで、玉木は1日1白目という、1日に1回は必ず白目を剥く習慣を告白。玉木はこの習慣についてリラックス効果があるなどと語り、時間問わずちょっと疲れた時に数秒間白目を向いた状態になると説明。目の裏側を見ることを意識すると楽になることから、
小学生の時から30年以上続けているマイルールだそうで、きっかけは幼少時代に白目を向いて遊んでいたことから始まったらしく、当時気持ちいいなぁと思い、それ以来ずっと続けているとのこと。毎日白目向くお前と毎日ちっこの皮を向く俺の、どっちが本当の玉木兄やんなのか、白黒はっきりさせようじゃねえか。白目だけにお前が白で、ちっこだけに俺が黒っていうわけにはいかないからな。首洗って待っとけよ。俺も、仮首よーく洗って勝負してやるからな。今度の金曜日、玉川で待ってる。玉金だけにな。半沢直樹君ですね、もう。玉金だけにな。言わねえよ。金曜日の、玉川で待ってる。何ですかその半沢は。色系 YouTuber の玉木さんでございますね。ガキみたいに。ラジオネーム田中誠志郎。元サッカー日本代表武田信弘さんが2018年に女優の黒木ひとみさんのラジオを出演し、結婚しないポリシーですかと質問され、こんな回答をしていました。結婚したいんですが、サッカーが恋人でなかなかそういう感じになれないです。そんなサッカーが恋人という硬派な武田さんですが、ついつい女性の靴を見てしまうらしく、先日最終回を迎えた解決エミチャンネルにて、こんな独自の理論を披露していました。いい靴を履いている女性は大体品がある。ヒョウ柄を履いてたらバブルを知っている。ヒールが高いなと思ったら、ちょっと戦闘態勢だなとか、厚底が高いなと思ったら、ちょっと身長を高く見せたいんだなとか、おい、玉転がしのやっつけメンタリズムやろう。お前に言ってること全部お前の人間性と同じぐらい、鬼薄っぺらいな、おい。僕バカだから結婚できませんって正直に言え、バカ。三平、地に落ちた完熟ラフランスこと足立ゆりさん62歳が週刊女性プライムでカーセックスの申し子原田龍二さんと対談し、ヘアヌード写真集を出した経緯を嬉しそうに語っていました。始まりはね、芸能関係の仲間との冗談だったんですよ。ちょうどユミがね、結婚した頃で、ユミちゃんも結婚して手が離れたし何かすればいいのに、と言われてね、考えていくうちに写真集出そうって盛り上がったんですよ。でも、ただの写真集じゃ売れないから、脱いだ方がいいって言われて、んじゃあまあ脱いじゃうみたいな、かっこ笑い。完全にね、文化祭乗りです。はい。かわいいですね。頭も良さそうです。この底抜けの明るさが人気の秘訣なんでしょうね。さて、そんなお茶目なゆりさんが、足立ゆりのハッピーシャインという謎のネット番組を YouTube にアップしていることをご存知でしょうか。チャンネル登録者数は驚異の69人。最新動画の視聴回数は空前絶後の79回です。ちなみに昨日 YouTube を始めた白石麻衣さんのチャンネル登録者数は67万人、視聴回数は386万回だそうです。そんな白石さんの写真集の発行部数が50万部であることから推察すると、文化祭乗りで陰謀さらした足立ゆりさんの写真集は50冊前後しか売れてないのかもしれませんね。本当にお疲れ様です。もう二度と洋服を脱がないでください。どうしたんでしょうね、三平さん。いつも通りだけど。怒ってらっしゃる。好きすぎてみたいな、あれね、好きすぎて怒っちゃうみたいな。ああ、そっちなんですか、三平さん。ラジオネーム、カツカツパンダ。福田雄一が監督を務める日テレ系ドラマ親バカ青春白書第3話にて、主演のムロツヨシの娘役である永野芽郁ちゃんが東京ラブストーリーのパロディを演じ、あのカンチセックスしようのセリフを言い、多くの視聴者を騒がせていたそうです。
お見それしました、福田監督。以前まで監督のことは人気俳優にしょうもないギャグやらせて自分が楽しむだけのためのオナニー作品しか作れない三流監督だとばかり思っていましたが、完全に私の勘違いでした。自分だけではなく他の他人にもオナニー、他人のオナニーにもおかずを与えてくださるなんてなんと素晴らしいんでしょうか。次は橋本環奈ちゃんのねえしょんべん飲む、お待ちしております、ロンより証拠の大ライス。ロンドンの野生動物公園で大型インコのヨウムゴアが来場者や職員に向かって悪態をつき、一般公開が中止になる出来事があったと。同園の責任者スティーブ・ニコルズ氏は CNN の取材に対し、ヨウムは激高して前話とも悪態をついていたと説明子供たちへの影響が少し心配になったと語った。ニコルズ氏自身通り過ぎる時にファッカーなどの F ワードを浴びせられたというちなみにヨウムはオウム目インコ科に分類され、5歳児に匹敵するほどの知能を持っており、人間と言葉でコミュニケーションを行う個体も存在するという。おい鳥、 F ワードを連発するなんてゲスなより立ちが悪いなもうそういえば日本には AKB 目高みな具合悪いんじゃん、あ、ごめんなさい。AKB 目高みな具合悪いんだからふざけんじゃねえぞかの大島優子ってやつが F から始まる帽子かぶってたな。なんか仲良くなれそうだから今度紹介してやるんですか。いつ残ってるんですか。ネーム3ペ。おしゃれと恋でもっと可愛くをテーマにしたハウコレという女性向けサイトを閲覧していたところ、なんでそんなお前見てんだよ、そんな時間ある。女性向けサイトを閲覧していたところ、モテない男と付き合いたがっている女子が増えているという激アツ記事が掲載されており、うん、モテない男子と付き合う4つのメリットが紹介されていました。1、自分に自信がないモテない男はあなた色に染めやすく楽な気分で恋愛を楽しむことができます。 2. モテない男は 100% の力で接しないと振り向いてもらえないと思い、全力でお姫様扱いしてくれます。 3. モテない男なら他の女に取られるんじゃないかと心配する必要がありません。 4. 女性に冷遇されてきたモテない男は些細なことをしてあげただけでとびきりの笑顔で喜んでくれます。おいハウコレ女性しか読まねえサイトだと思って舐めた記事乗っけてんじゃねえよ言い方変えりゃモテねえ男はアホでコントロールしやすいから楽勝でマウント取れますってことだろ。人畜無害のハムスターじゃねえんだバカ野郎言っとくけどな、モテない男の財布にはな小銭と替え玉無料のクーポン券しか入ってねえし、しこりすぎてチンポは赤黒いし、右手は常に威嚇せえし、恨み妬みそねみのベールに包まれた地獄のキバラみたいな生命体だからな。それでもよければじゃんじゃん告ってこい。何卒よろしくお願いします。まあね、古いよね。古いこと言うところあるよ ね、 それね。そうですね、変わらずやっぱり結構なんか雑誌とかネット記事とかでさ、はい、よくあるじゃん、なんかあれパワハラとかさ、うん、あれセクハラとかさ、はいはい、雑誌にだけは言われたくないよね、まあ、雑誌だけだろまだ言ってんの、うん、まあ、おじさんの雑誌ありますね、爆乳Eカップポロリ激写みたいな。いや、マジみたいな。そんなの言ってんの雑誌だけだろ。さすがに、もう、はい、これだけあったらテレビで、カップスとかラテ欄にないだろう。ああ、なんな、見ないですね。F カップ小池栄子登場みたいな。ああ、見ないですね。なあ。はいはいはい。そんなラテ欄もさすがにないと思うけど、うんうんうん、雑誌はまだ普通。そうですね。F カップ女子やな。激殺。中吊りとかにもね、書いてますもんね。あるよな。はいはいはい。だから、ああいうおじさん雑誌にだけはさ、うんうん、あれがセクハラじゃないかパワハラじゃないかとかさ、はい、絶対言われたくない。どの口が言うか。散々言ってますからね。っていうのはありますけど。ラジオネーム。ちょっと大きいな。
論より証拠の大ライス。植物の種を販売する企業がカゴに盛られた玉ねぎと半分にカットされた玉ねぎの画像を Facebook に掲載しようとしたところ、あからさまに性的であると判断されて広告の掲載中止を余儀なくされました。広告の審議を担当したマクリーン氏は、玉ねぎの丸い形がおっぱいか何かのように誤解されたのかもしれません。笑うしかなかったです。人間がこの玉ねぎを見て何か性的なものを感じ取るにはかなりの想像力必要になるでしょうと語った。おいマクリーン、これはフェイスブックのミスじゃない。フェイスブックスが我々の想像力に追いついてきたという人類への警鐘だ。労働と社会的地位を代償にオナニーを極めた人間から言わせてもらうと、この玉ねぎは明らかにおっぱいである。いいか、玉ねぎがおっぱいならメロンもおっぱい、イチゴは乳首、ビールはションベン、真っ赤なビラビラ明太子、今宵は祭りだ濡れアワビ、バシンだ万象、オイラのおかず、俺がオナニーマスターだ。どうした。